人が世界から刺されて答弁する。もっともらしい話し方でその人の考え方を述べる。来るかもしれない鬼のこと、隠れてるかもしれない蛇のこと、でもみんなで責任分かっちゃおう。誰かのためにできること、でもみんなって誰、誰かって誰、僕にはさっぱりわからない。心を失ってしまったのかな、僕を失ってしまったのかな、リベラシオン。あの人にダメ出しされただけで2ヶ月歌えなくなりました。僕らはいつも傷ついては、傷を癒す傷をせがんでる。苦しがっていためにはダメだよね、自分を犠牲にしなくちゃね。みんなで痛みを分かち合おう、誰かのために立ち上がろう。でもみんなって誰、誰かって誰、僕はさっぱりわからない。僕らはずっと覚えてる、約束なんて守られないこと、リベラシオン。君との思い出全部なかったことにされてしまいそうだ。そんな気分でいっぱいなんだ。小さな声をたくさん集めて大きな声にしようとした、でもそこからこぼれていく。マイノリティは生まれてくる。 1+1+1+1 永遠に足していくだけの世界、ただただ一歩につながっていく、そんな世界を作りたい、リベラシオン。沈黙を鍵だと思えてくる。どこにも使い道のない終わった世界の仮面通貨のよう。だからもう金なんていらないよ。うちを壊すのはもうやめる。誰かを傷つけること。